レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回はですね、私が今シーズンメインで乗らせていただきますこの FNTC の TNTC 紹介したいと思います。今シーズンのニューモデルと、なっています。この TNTC はどのような板かというと、はい、グランドトリックがやりやすくて、さらにカービングがやりやすい。僕が今ですね、一番ハマっているダックスタンスで滑るカービングで、そこから繰り出すカービングトリックっていうね、技が非常にやりやすいように設定させていただいております。ちょっとですね、この板を作った経緯、この思いをね、聞いてもらいたいと思います。今グランドトリックっていうのは非常に流行ってますね。ただしグランドトリックっていうのはやっぱりフリーランでスピードを出しながらやるっていうよりは、シャドの緩いところで低速で技をやっていくってイメージをね、強く持っている方もね、いらっしゃると思います。僕はですね、結構いろいろな方を見てきたんですが、そのグランドトリックの技に行き詰まってしまってスノーボードをやめてしまう人、今まで見てきました、ね。グランドトリックも激しい技が多いですから、どっかね、やっぱ痛くしたりだとか、技のね、上達のスピードが落ちちゃったりとか、そこがですね、そのタイミングでスノーボードをやめてしまう人、それはすごくもったいない。スノーボードの魅力のほんの一部しかね、気づいていないと思います。なのでスノーボードっていうのは技をやるだけじゃなくって、滑ることそのものが楽しいんですよっていうのを、私は伝えたいと思っています。そうすることでスノーボーダーそのものが増えてくれる、ね、そして長い間スノーボードで楽しんでもらえるとね、僕は思っています。という思いがあり、実はこの TNTC、ね、グランドトリックだけがやりやすいだけじゃなくって、そのグランドトリックとは今までは相反するジャンルと思われていたカービングトリックがやりやすいように設定されています。はい、僕のですね、滑っている動画、見てくれた方から、僕の滑りに憧れて、そのカービングトリック、ダックスタンスでカービングがしたいんだよという方は、ね、非常にですね、リクエストが多くいただいてます。もともと僕が乗っていたその SOT っていうモデルに関しては反発が強くて非常にカービングがやりやすくて、僕ぐらいのスピードで、繰り出せばカービングトリック技もやりやすいんですが、残念ながらこれからカービングを練習したい、これからグラトリを練習したいっていう思っている方にとってはちょっと反発がね、強すぎたんですよね。なのでそういったこれからグランドトリックに挑戦したい、さらにカービングもやりたいぞっていう欲張りなあなたのために作ったのがこの TNTC となっております。一言で言えばオールラウンドボードです。ただし今まであったオールラウンドボードっていうのは基本的にはフリーランができてパークで遊べますよっていうのがオールラウンドボードの考え方だったと思います。そうではなくて、この TNTC はオールラウンドボードなんですが、グラトリがやりやすくてフリーランカービングがやりやすいですよっていうね、板となっております。ですからこの板はゲレンデ遊びを最大化できます。山を上から下まで思いっきり遊びたいっていうあなたにおすすめの1枚となっております。それでその具体的な、実際なんでそんなやりやすいのっていうところなんですが、まずですね、グラトリがやりやすい用途として、センターフレックスっていうのが大事になります。足と足の間を柔らかく設定することで板のしなりが使いやすくなります。そこから得られる反発を使って、飛ぶ動作、というのが、ね、非常にやりやすくなってきます。まあ、グランドトリック飛んだり跳ねたり、ね、していきますよね。それがまず非常にやりやすいですよっていうのがあります。ただしただ柔らかいだけだとフリーランをした時、カービングをした時にエッジグリップ力が落ちてしまったり、板が暴れたりとかしてしまいます。なのでノーズとテールにはしっかりとした張りを持たせています。そうすることで板全体で雪面の圧力を受け取る、そしてエッジグリップ力を高めてちゃんとカービングができますよという、ね、構造にしています。さらにこの FNTC 全モデルの、ね、特徴なんですが、ハニカムコアというのを使っています。ハニカムコアというのは何かというと、蜂の巣状の空気の素材だと思ってください。なので空気の素材イコールすごく軽い、そして実はですね、このハニカムコア振動吸収性能が高い素材なんです。なので板が暴れそうな時にそのハニカム効果が振動を吸収してくれるので、振動抑制能力もありますよ、それだけフリーランもしやすいですよっていうのがね、プラスアルファであります。はい、そして最後に板の回転性能です。回すっていう動作に関してなんですが、板の形状がハイブリッドキャンバーというのを採用しています。ハイブリッドキャンバーというのは何かというと、キャンバーボードっていうのは、まあ大きいとこういうね、丸くなっていて、それをバネとして大きい強いですね、反発をもらうのがキャンバーボードなんですが、そのキャンバーボードの欠点として
雪面に接した時に二点接雪ってノーズとテールが雪面にグッと押し付けられるので、どうしても引っかかりが出てきてしまいます。そうするとグラウンドトリックをやった時に引っかかりがね、ずらしづらい、回しづらいっていうのがあるんですが、この TNTC に関してはハイブリッドキャンバーという可変キャンバーというものを呼ぶんですが、ポンと荷重をかけた時にノーズとテールが上に浮き上がってくれる形状になっています。ですからしっかり板を踏んでいけばノーズとテールが雪面から上がりますので、それだけ引っかかりがなくなりますよっていうね、形状になっています。なので板の反発とあと板のずらしっていうのを合わせ持った作りがこの可変キャンバー、ハイブリッドキャンバーというねものとなっています。まあ、そういった用途を入れてこのね TNTC 完成しました。今まではグランドトリックとカービングっていうのは正反対の立ち位置にあったジャンル、そして板も全く別のね板を使ってやっていた方が多かったと思います。それをこの1枚は両方を楽しめる板として開発させていただきました。僕自身もですねこの板に初めて乗った時めちゃくちゃ笑顔が溢れてきました。すごく楽しかったんですよね。なのでこの楽しさをですねぜひ皆さんにもね味わってもらいたいと思っております。今シーズンですねグランドトリックもやりたい、でもフリーランもやりたい、ね、カービングに挑戦したい、なので板1枚で何でもやりたいと思っている、ね、方はぜひこの TNTC おすすめとなっております。私もメインでこの板乗っていきますので一緒に TNTC で楽しんでいきましょう。今回はこの TNTC キャンバーですねの方をご紹介させていただきました。ぜひ店頭で見かけたらまずこの、ね、柔らかさ体感していただいて、持って軽さ体感していただいて、ぜひ雪山に一緒に持って行って思いっきり楽しんでください。本日は、この TNTC ご紹介させていただきました。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。